それではこの動画では今まで自制の授業動画で解説してきたことをもとに演習をしていきます。問題は全部で6問あるので挑戦してみてください。なお授業動画をまだ見ていない人はまずはそちらから取り組んでください。それでは1問目です。括弧に入るのは1から3のどれでしょうか。3秒後に解説します。まず英文の訳から言うと、水は何度で沸騰するのかを先生は聞いてきたという意味です。ここで着目してほしいのは、水が沸騰する温度というのは100度で、どの時間を見ても同じ状態にあるということです。この特徴を持つのは現在形だけですから、正解は2番を選びます。それでは2問目です。3秒後に解説します。まずは英文の訳から見ていきましょう。彼女はいつもはうまく歌うが、今日はとても調子が悪いという意味になります。この時着目してほしいのは、彼女の歌の調子が悪いのは今日という限定的な範囲においてです。これを時間軸で見てみると、今日の始まりのポイントがあって、そして今日の終わりのポイントがある、そして彼女の歌の調子が悪いのはこの範囲内においてです。これはまさしく進行形の論理に合致するので、正解は2番になります。では3問目です。3秒後に解説します。まず英文の訳としては、確かに私は2年前に彼女を見たという意味ですが、ここで着目してほしいのは、完了形というのは過去の一点だけを示す単語とは併用できないということです。過去の一点だけを示す単語の例として、実際に授業動画の方では yesterday、 ago、 last などを伴う表現を紹介しました。この英文においては2 years ago、 つまり2年前、まさしく過去の一点だけを示す表現が使われていますから、これは完了形とともに使えないので、1番はまず選択肢から除外されます。ということで普通に過去形で書くしかないので、正解は2番です。それでは4問目です。3秒後に解説します。まず英文の訳から見ていきましょう。彼が入ってきた時、本を1時間読んでいたという意味ですが、この事実関係を時間軸に沿って解説していきます。まず彼が入ってきた時間をここら辺にセットすると、本を読んでいたのはそれより過去の方なので、より左側の方になります。そうすると、今は彼が入ってきた過去と読書をしていた過去、2つの過去が存在します。これは過去完了の特徴でした。ということで、彼が入ってきた時のことを過去形で書き、読書していた時のことを had プラス pp、 過去完了で書くのでした。そしてさらにここで着目してほしいのは、本を1時間読んでいたということは完了形の3つの意味のうち継続に値します。継続の時は基本動詞を進行形にするのが原則でした。なので正解は3番の had been になります。それでは5問目です。3秒後に解説します。まず英文の訳としては、彼女は帰国したらすぐに私に手紙を書くだろうという意味になります。ここで着目してほしいのは、時や条件を表す副詞節は現在時制で書くというルールです。これは一番最後の動画で紹介しました。実際に授業動画の中では、時や条件を表す副詞節として if、when、その他の3つに分類して解説をしましたが、今回この英文の中では3つのうちのその他に属する as soon as が使われています。ということで as soon as 以下は現在時制で書かなければいけないので、正解は3番です。それでは最後の問題です。3秒後に解説します。まず英文の訳から見ていきます。訳は、子供だった頃中国に3年間住んでいたが、中国語は全く話せないという意味にしたいです。この英文を見た時に、子供だった頃、そして中国に3年間住んでいたというふうに過去が2つあるので、おそらくこれは過去完了なのではないかというふうに思った人がいるかもしれませんが、誤りです。なぜかというと、これも授業動画の中で最後に解説しましたが、時間軸を見た時にここら辺に子供だった頃をセットすると、中国に実際3年間住んでいたのは子供の時なので、その時間と全く重複します。ということで過去と大過去の明確な区別ができませんから、こういう時は仕方がないので、3番の過去形で書くのが正解でした。それではこれで時制の演習問題は以上です。あとは持参の参考書なので、さらに時制の問題を解いて理解を定着させてみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。次の授業動画はこちらから。そして今日の英単語1問はこちら。答えが気になる方は概要欄をぜひチェックしてみてください。それではまた次の授業動画でお会いしましょう。バイバイ。